じゃあ次の時間までにみんなのお父さんの仕事について調べてこい。大迫君はお父さんがいません。いてるけど今はちょっと別々に。こうちゃん弟と一緒に福岡行ったらよかったのに。 まあまあ父ちゃんここ座って。父ちゃんと母ちゃんと別れて、いろんな事我慢してんねんで。やっぱり家族は4人一緒の方がええなと思ってな。でも父ちゃんと母ちゃんいっつも喧嘩しとったやん。いいこと教えてやる。何？初めてすれ違った時に怒るんだよ。何が？奇跡や。奇跡？それを見た人は流れ星のように願いが叶うんだよ。奇跡は起こらへんかもしれへんけど、とりあえず3人で行こう。 暮らせることを願ってるらしい。